こんにちは、AV 関西の安藤です。今回はダイハツのアトレーですね。こちらの方にオーディオを施工しましたので紹介したいと思います。直接車屋さんが席車で持ってこられて、まだお客様にも納車してない新車になります。じゃあ早速中の方見ていきましょう。車内の方なんですけども、今回の作業はですね、カーナビとフロントのスピーカー、あとはナビに関連する、ETC だったり、その他ですね、取り付けしてます。ナビの方は、カロッツェリアのサイバーナビですね。ほぼほぼフロント2ウェイのマルチ組めますので、こちらがベストかなと思います。ワイドのパネルなので、200mm ワイドのナビですね。こちら、すっぽり収まってます。今回付けたスピーカーはですね、ディナーウディオのエソタンっていうモデルになります。で、ツイーターはこのように、ピラーに埋め込み加工してあります。ドアのウーハーはインナーのまま収めてます。ちょっと厚み的にはね、結構ギリギリかもしれないですけど、やっぱりディナーオーディオ自体がちょっと癖のあるというか、鳴らしにくいスピーカーですけど、鳴ってくれるとね、結構いい音しますので、特にこのエソタも求めやすい価格でおすすめかなと思いますね。一応こちら ETC はですね、純正位置にナビと連動のものを埋め込んでます。あとは、こちらは、ユピテルのレーダー探知機ですね。こちらも、最新の、MSSS 対応のものをガラス上部に取り付けしてます。今回、オーディオの作業とは別でですね、セキュリティの方も同時に施工しています。一応、バイパーの純正キーレス連動モデルになります。ここ、ちょっと昼間なんで見にくいですけど、スキャナーも光ってます。やっぱりね、オーディオ組むと見た目的にも何かついてるなって思いますし、特にこの車仕事で使われるので、仕事道具だとか、そういった面も含めて、セキュリティは必須かなと思いますね。はい、今回はダイハツアトレーのオーディオと、セキュリティの施工ですね、の紹介動画となります。ご視聴ありがとうございました。